今回はですね、はいはい、まあ散々いろいろ言われていたんですが、結局娯楽場の人たちはエンドラ討伐どんくらいのスピードでできるのっていうやつですよ。おお、ずっと言われてたやつだ。シンプルにってこと？そう、シンプルにね。でしかも今回は協力ではなく、はい、かつ妨害も禁止のここの戦いで、はい、どれだけのスピードで誰が最初にクリアするのかという。なるほど、うん、来たぜえ、ここのじゃあワールドでってこと？いや、このワールドで一緒にはやるんですが、まあ、一番最初にエンドラ討伐した人の勝ちっていう。あー、そういうことね。なるほどね。シンプルだけどちょっと気になったやつねそうそうそう、今までなんやかんややってこなかった確かに、うん、なるほど。だから今回はペントを妨害してとかっていうのなしで、うん、己との戦いなんでねえ、道中出くわしてもダメってこと？道中出くわしてもダメでしょ、攻撃禁止じゃないダメか。ちょっと鶏肉食べてえなってなった時とかダメですか？いやいやいや、俺倒しても鶏肉食えないよ鶏はやってくれ。ダメか。というわけで、もう自分とマイクラとの戦いになるからね、園長を気にするとかなくなるわけよ、はい、確かに確かに。そう、これちょっと1個質問なんですけど、はいはい、ゲートとかどうする？他人のゲートをありにするかどうか問題。あ、見つけてしまった場合、見つけてしまった場合、エンドゲートだけにしよう。基本は入るの禁止にするか、他人のゲートは。エンドゲートもちゃんと12個は持ってないとダメにしよう。あー、オッケーオッケーオッケー、12個持ってて初めていけるっていうことにするか。なるほどね、たとえ空いてても、うん、了解了解、オッケー、よし、はい、ではスタートお願いします。またエンドで会おうぜエンドで会おうぜ、勝負だ、本気で行くぜ貴様ら。おら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 、ここ氷なんだよな、ちょっと変なバイオームマジで。じゃあ俺はこっち行こう。オッケー、なるほど。お、ここにあれが、え、マグダママグダマ、もう行ってもいいんじゃない？そっち行かないよ俺は。マジマグダマ早すぎる。それでも思ったより早く来たな。夜はどうする？ちなみに3人同意のもとであれば。ただなんか夜探したいとかあるじゃん、はい、確かに、はいはいはい、1人でもダメだって言ったら寝ない。そう、オッケー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 、了解了解了解。実際でも夜探したいよね。それはある。おお、なるほど、マグマ溜まりあるな。おいおいおい、早いなしかしな、村行きたいんだよなわしは。来た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 、いいのを見つけた。おお、沈没船です。普通に言うわ今回は。先生どうでしょうか？それはいいね。来た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 、うわー、これも手つけと、早いですね。いや早いな、これはいいぞ。あお、おっと、おやばい、まずい、まずいか、これはすっごい落下ダメージ食らって死にそう今俺なるほどね、やばいやばい、大ピンチ丸。めっちゃでも反応した動物俺。なるほど、いいな。なぜ海なんだ僕は。ダメだ、宝出ねえからここで諦めだ、ポイ捨て時間ロス、判断判断。よし、なんとか俺も鉄ピーをゲット来たか。オーケー、これでパーフェクトフル装備かな。強いな、パーフェクトヒューマンか。あ、今パーフェクトヒューマンで行かせていただきます。犬だ犬だ犬だ、懐かしすぎる犬だ、アイバーポーフヒュー。よし、俺これネザーいけんぞ。まずいな、たまりゲーか。オーケー、もう俺ゲートを作っちゃってます。まずい、よし、じゃあネザーいっちゃおう。ひえーひえさんガオー、略字、うわ、くそ、まずい、目の前にあれ、さすがにないよ。園長くん、君はネザーで苦しみ続ける。そう、僕にはわかるよ。え、これネザー要塞か。嘘だろ、すごい長細い。おー、ネザー要塞の目の前、やっべー、終わった、くっべー、そう、マジか、どうしよう、来た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 、ということは近くにある。そういうことです。あおっと、うわー、園長園長そう、みんな、しっかり死んだ、しっかり死んだ、フラグ通り。よし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 、ピザスケの猛攻
マジか、今シンプルに今プレイミスだ。シンプルなプレイミス、ここで出てしまう。ダッシュジャンプしようとしたら歩きジャンプになっちゃった。あー、なるほどね。それで落ちちゃったんだよな。そういうことか。うわ、マジか。全ロス？全ロスで、ね、落ちたってことは最初からだ。初期スポ初期スポか、しかもベッドも作っていないのか。いや、でも俺は場所を覚えている。そうなんだよ、園長ね、結構場所を覚えてるからリカバリーが全然あるんだよな。あったか、これは。よしよしよし、ありました、ありました。いや、まずい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 。僕はちゃんとベッドをするよ。冷静すぎる。ふぅ、え、村、何村あったのか。なるほど、オッケー。じゃあゲート作ったんで、私も、まずい、はい、ネザーの準備は整いましたと。やばいな、やばいです。一応僕はフル装備だからね。バグマに落ちたら終わり。いや、タヌキは絶対やらかしてくれる。ああ、本当のネザー要素めっちゃ近いじゃん。くそ、あー、やっぱ近いんか。よし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 、まずい。マグマが見つかる前に朝終わったな。いや、待って、明るい平原。おっと、最後の夜明けの奇跡、おめでとう、信じるけ。よし、マグマだまりだぞ。ほう、くぅ、来た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 。え、この村家2個しかないんだけど。最小単位なんじゃ。限界集落最小単位の。よし、これでゲート完成。来るのか。うぜー、準備したら参るぞ。え、お誰かのネザーゲート。え、それはダメだよ。ベッド壊しちゃおうかな。それもダメだ。妨害禁止です。今回は妨害が禁止となっております、公式ルールによって。公式ルール先に言っといてよかったぜ。公式ルールは各々のパワーです。よし、突撃。来るか。来たぜ。要塞はないと。ないの。ただ俺は分かってる、 Z 方向にめちゃめちゃマイナスに進んだから、つまり Z プラスに進めば自然的に初期スポ方面に戻ると。なるほど、なるほど。地に行けば絶対要塞がある、そういうことだ。一本目ゲット。まずい、あいつ冷静に取ってる。やばいやばいやばい。これあれですよね、あの、はい、ゲートになんかするのを禁止でも、ゲートの横にゲート作るのありですよね。それはいいんじゃない。まあ、マグマ玉に見つけたからね。オッケー、うん、いいですよね。よしよしよし、ブレイブメンロードを作りまくるしかねえ。あいつ絶対時間かかるぞ。いけ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 。オッケー、3本目。いや、まずいな、普通に早いな、ナヌキが。はい、4本目。はい、5本目。いや、まずいな。いや、早い早い早い。順調順調。来た。園長という妨害を気にしなければ、シングルタスク。なるほどな。一番タヌキが生きてくるってことか。来たかもしれない。7本目。まずい。まずい。ひたすら話しかけるしかないぞ、これ、園長。おい、やめろ。シングルタスクだったら。エンダーパールはどうする？エンダーパールはどうやって入手するつもりですか？エンダーパールは村から。やばいやばいやばい。村ってどこにいるの？あっち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 。よしよしよし、作戦成功だぞ。いいぞいいぞ。オーケー、8本目。帰る。やるね。エンダーパールは僕は村で行かせていただきます。その作戦な、多分出ないよ一回じゃ、たぬきくん。でもね、エンダーパールすでに1個持ってるから、もう要塞の方に行けるんでげすよ。なに。はい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 。よし、来た、要塞発見。くそくそ。よし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 。ちゃんと分かってたか、座標。あぶねあぶね。しかしレギュレーション的に俺は自分の座標ゲートに帰らなきゃいけないから。確かに。そうなのよ、人のゲート使って帰れないから。よし、ブレイズパウダー。よし、先生、来た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 。エンダーアイ。来た。まずいぞ。はい。しゅ。目玉親父なんだよな。確かに。ここで注意はビザスケ、本当に。うー、ビザスケ来た。オッケー。フラグ。あ、ぶら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 。よし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 。よし、俺もじゃあゲートの横でゲートを作ります。なるほどな。この広いな、この要塞。でしょ、広広。くそ、スポナーが。あたたたたたたた、行くぜ。オッケー、行きます。来るか、園長。2度目。あ、同じとこに出たんだ。繋
がっちゃうかさすがに。それはセーフにしよう。はい、俺の最初のゲートとゆうたぬきさんのゲート多分一緒だったもんね。あーなるほどね。全勝基地やはりあった村まずい。たぬきがノリノリだな。進行方向にあったよ村。一回死んでもらわないと困るな。困りますねこれはあれちょっと待って、醸造台ってブレイズロットからしか作れなかったっけ。そうですよ。ブレイズパウダーとか言って全部やっちゃったわ。バカめ。おーやべえ、あることを祈るしかない。やらかしたな。あること、いやでかい村だからあるよ。いやあるよ絶対。たぬきくん、そういう村には必ずあるんだ醸造台が、うん、ある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 。おいフラグを立てていくな。実況者力で潰すしかねえ、そこの村の醸造台を。あるよ絶対。絶対あるから心配しないで。やめろやめろやめろ。今ので消えたよ醸造台。レギュレーションギリギリ範囲内の、あのそうギリギリ、そう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 本当にそれギリギリ許される。よしブレイズロッド9本。くそー、反省を生かしやがって。反省生かすよ俺は。あ、ペティいるな。え、こんにちは。ネームタグ見えた。なんかつい癖であのシフトしちゃった。大丈夫。隠れる。どこにいるんだ上演はよ。ここだよ。びっくりした。心臓に悪い、心臓に悪い。こんにちは。出会い頭で園長いるからめっちゃビビった。何やってんねん。さよなら。やっと一本入手したか。いいだろう。よしよしよし、いる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 、資材いる。なに無理だったか。フラグの力を持ってしても。くそ、フラグをへし折る。フラグへし折り一球したから。くそ。オッケー、俺も9本帰りまーす。まずい。よし帰ってきた。なるほど、成長したぞ。私も成長したってことか。ゲートに帰ってこれる。集大成だ。まあ、でもなんか Z 座標一直線だったんじゃないの。そうです。よし俺も帰る現世。みんな帰るかい。オッケー。よしよしよし。まあ俺はね、利点が一つありまして、うん、私は村の位置を知っているんですね。そうでした。なるほど、2軒しかないけど。その2軒で勝負をする気だ。あいつヤシとヤシとあれと生息者の少数精鋭で。そうだぞ、2軒しかないね確かに。さあ村、あ全勝基地。ああれでもあれ、あさすがに俺マイナス4000とかだぞ Z。 いや全然違うところにいる。なるほどね。ってことはここにもあると。そう、全勝基地の近くに村ねえ。あるよ全勝基地だったら。くそ、俺の探索能力が低すぎ問題かこれ。あった。なるほど。来た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 、本当にあるんだこれは。来たぞ。やばいやばい、急げ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 。やばい、村見失った。俺2軒しかねえからな。ちっちゃい。ちっちゃいから。ちっちゃいね、あいつ。あの村ちっちゃいんだ。終わったら。あ、あった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 、あったかい。あったか、やるじゃねえか。え、でも違う、違う村だ。デカ村だった。なるほどね、デカ村。これ3人の中で誰か1人は多分エンパが来ねえってなりそうだよね。あるよ本当にそのパターン。絶対なるでしょう。1人ぐらいはなるよね。さあ進化、グローストーンの次でこれで来るか。よしエンパ来た。やばい、なーにー、はい、やるねー。よしよしよし、完璧だこれ。まずい。さあ2人の完璧なマイクラを、2人のどっちかがエンパー来ねえぞこれ。もう確率的にはね、来るぞ。結構今んとこ完璧なマイクラしてるな。結構完璧なマイクラしてるよ、うん、オーケー。これでエンパーは全部集まりきりましたと。なるほど、やるね。割と洗練されてきてるな、これだけ数重ねたらな。さすがにね。さすがに。さてエンダーイ先生。まずい、やばい。さあ頼む。どうだ、エンパ、エンパタズン。よし、来た、来た、終わり。園長終わり。マジかよ、えぐい。悲しいな。園長リタイア。お前マジか、マジで不運すぎる。不運だな。あ、エンダーアイ戻ってる。え、よし、じゃあな園長。えぐい。こ
これはきついな、園長選手。まただって集め直さなきゃいけないわけでしょ。そうです。えぐいて。これさっきフラグを僕に対して立てようとしたバチで自分たちにフラグがかかるかもしれないぞ。いや、それだけは許されない。大丈夫、絶対大丈夫。俺は絶対大丈夫。信じ抜け、最後まで己を。あ、めっちゃ近い。まずい。やばいな。さあ俺は行くぞ。行け聖職者進化。すべてのフラグをへし折れ。テント、いざエンダーパル出た。よっしゃ、来た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 。おかしいだろ。来ました。よし、なんでだよ。これは来たぞ。そして僕はもうエンダーアイは特定されました。何、やばいな。これ公式ルール的にドラゴンはさすがに共通の体力になるから最後の一撃を決めた人間の勝ちだよね。そういうことです。OK、妨害せずに。はい、来ました。まずい。まずい。まずす、まずす。これはきついかな。まだドラゴンがあるよ、園長。あ、なんかありそうな。あった。これはまずい。最強、ま、最強の運。これは結構最強ムーブしてんな、タヌキ。これはきついな。1個入ってました。きつい。オーケー。いやー、きついぞ。これまずい。はい、作ったぜ。これはまずいね。作った。激早。激早だったな。もう行きます。やべえ、激早ムーブメントだ。そして弓矢は58本あるんで、あれ弓がない。いや、どんなミス。どんなミス、ここに来て。あ、いや、ちょっと置いてきちゃったかな。いや、まあでも大丈夫大丈夫、作れるから。急げ急げ急げ。はい、1個撃破。今回はシングルタスクは僕の勝ちだ。はい、3つ撃破。早い。妨害がないからね。妨害ないし、妨害することも考えてないから強いんだ。そう、己との戦い得意なタイプ。4つ撃破。なるほど、まずいまずい。強い、調子が良すぎる。さあ俺はもう一回エンパチャンス。これで出なかったら終わり。俺はもう諦めろ。デルル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 ルそして僕ベッドいっぱい持ってるからベッド爆破やってみよう。あ、マジで終わっちゃうなこれ。やはり最後の最後で村人を今まで殺めてきた罰かもしれない。マジか。全ての村人の怨念が。そう、この4年間の怨念が。そう、怨念がね。まだエンパ8個だ。もうちょいなんだけどな。もう無理なんじゃないかい。まだ諦めねえ俺は。はいはいはい、はい、どう。まずい。結構来てんな。オッケーオッケーオッケー。どエンダードラゴンのど。はいはいはい、はい、もういいよ。あと3回。終わるか。やばいやばいやばい。あと2、どうしようどうしようどうしよう。2、3回です。2、3回。どうしようどうしようどうしよう。エンダードラゴン帰れ。ここで飛び立て。帰れ。終わらせます。デイやって。やめて。はい、やるねー。マジかー。来た。1時間40分ぐらい。これはやりよる。強いわ。よし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 。来た。今までで一番楽しいエンドラ討伐だったわ。シングル向きなんかい結局。シングル向きなんかい。全て思い通りにいったよ今回マジで。確かに全て思い通りだったね。やらかさなかったな、うん、最短だったね全てが。ちょ最後に聖職者チャレンジだけして。いやいや、テレポートしようかな園長のところに。オーケー。じゃあいきます。はい、決めてくれ最後は。頼む頼む。ドゥ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 ン。一番右のやつです。はい、来た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 。ドゥ出たー。
出るんかい出るんかい出るんかい最後の最後で。むしろ出ないで欲しかったわそれで最後は出んのかい。お前らお前らダメ。村人村人一人生き残るんかい。こいつすごいお前も早く入れや村人。なんか園長は運がなかったけど、なんか俺普通にシンプルに負けた感あるんだよな特に調子悪いとかなかったけど普通に負けたわ。最後円盤に12個あるのに投げとけば投げとこうかな。ありがとうございました。さようならさようなら。春樹くんおめでとうバイバイ